さん、こんにちは。宮内庁費は宮内庁の運営のための必要経費で、24年度の予算は約120億円。そのうち、約9割が職員の人件費だそうです。宮廷費は、皇室のオフィシャルな活動全般に使われるお金で、儀式や皇族の外国訪問、国賓の接遇、皇室財産の管理など、その支出項目は多岐にわたります。毎年、予算額は変動し、24年度は95億5381万円とのこと。内廷費は内廷皇族の生活費全般とその他の諸経費に充てられ、毎年3億2400万円と定められています。内廷皇族は現在、天皇皇后両陛下、愛子さま、上皇上皇后両陛下の5名だそうです。皇族費は秋篠宮、常陸宮、三笠宮、高円宮の各宮家に支払われ、構成人数や独立して生計を立てているかなどによって金額が変わります。4名いる秋篠宮家は、秋篠宮様が19年に皇位継承順位1位の皇嗣になったことで増額となり、今年度は1億2250万円以下。常陸宮家2名、4575万円三笠宮家4名、5856万円高円宮家2名、3690万円となっているそうです。さて、皇族のオフィシャルマネーである宮廷費の使途ですが、例えば皇居の電気代は、東京ドーム25個分という広大な敷地だけに、23年度には皇居内他で使用する電気という名目で7億1343万円を支出しているとか、また5月上旬、天皇皇后両陛下が愛子さまと共にご静養に訪れた栃木県の御料牧場にもかなりの費用を投じているようです。毎年のようにわらや馬料を購入しており、23年度はそれぞれ604万円545万円を計上。さらに18年には御料牧場の中心的な動物であるシュメ羊を1069万円で、21年にはシュボバクリーブランドベーシュを789万円で購入しているそうです。天皇皇后両陛下がご一緒に外出されることを行幸慶と呼びますが、多数の職員が随行する必要があり、これにも多額の経費がかかります。23年9月11日には天皇皇后両陛下の行幸慶にかかる宿泊室の賃貸等という名目で84万円を支出。これは同月に北海道で行われた全国豊かな海づくり大会に天皇皇后両陛下が出席された際の費用とみられます。訪問先が国外となるとさらに費用は膨大です。23年5月4日から7日、秋篠宮様と紀子様はチャールズ国王の戴冠式ご出席のためイギリスを訪問。その際、ご夫妻はロンドンの5つ星ホテルクラリッジスに宿泊したそうですが、そのホテル代は2059万円、その他に航空機代に1462万円、現地でのお車代に227万円、ご夫妻の手荷物取扱業務として267万円が支出されています。ちなみに23年11月に10日間の日程で行われた佳子さまのペルーご訪問の際のホテル代は454万円だったとか。訪問先や滞在日数、何人の皇族が行かれるかによって金額はかなり変わってくるようですね。皇族のプライベートマネーである内廷費と皇族費は、前述の通り内廷皇族には3億2400万円の内廷費が支払われています。所得税や住民税は課されず、社会保険や国民年金にも加入していないそうです。そしてその使途が明かされることもないのだとか。元宮内庁職員で皇室解説者の山下真嗣氏によると、国が管理する公金ではないため開示請求をしても詳細は出てこない。ただ項目別の支出の比率については過去の国会で明らかにされている。内廷費はおよそ3分の1が人件費、商店長や内商店といった宮中祭祀に
従事する職員、上皇陛下の研究助手など二十数名の天皇家の私的使用人がおり、その人たちへの給与は内定費から支出しているとのこと。残りの3分の2については友人との私的な食事代や旅行代、衣服などの身の回り品の購入などに使われているとされるそうです。ちなみに愛子さまが赤十字社からもらう給与は個人の収入となり、所得税や住民税も納めなければならないそうですよ。一方、各宮家への皇族費は総額で2億6372万円、その内訳は内定費と同様の比率になっているとされます。秋篠宮家には年間約1億2000万円が支払われていますが、さほど余裕はないはず。秋篠宮様が皇嗣になったことで皇族費は増額されましたが、同時に使用人の数も増えた。また内定皇族は生活費の多くを宮廷費から支払ってもらえますが、宮家の場合は光熱費なども皇族費から支払っているとされている。素養形成の一環として、将来の天皇である悠仁さまの教育費は宮廷費から支払うことができるが、秋篠宮家ではこれも皇族費を充てていると言われていると宮内庁関係者は話しています。皇族の医療費についてはかつては内定費および皇族費でやりくりしていたそうですが、近年はその線引きは変更されたようです。ひげの殿下の愛称で親しまれた智仁親王は12年に66歳でお亡くなりになりましたが、生前は何度もがんの手術を受けられていました。高額な手術費用を皇族費では賄えず、智仁様は当時の宮内庁長官にこのままでは破産すると訴えたそうです。以来皇族の医療費は宮廷費で支払われていますと同じ関係者は明かしてくれました。インフリキシマブを含め皇族の医療費について宮内庁に取材すると、次のように回答があったそうです。皇室の方々が宮内庁病院で診療をお受けになる際の費用及び治療の目的で服用する医薬品の費用については宮廷費から支出します。なお宮内庁病院で対応することが難しいため、他の病院で診療を受けられる場合にも宮廷費から支出します。宮廷費、内定費、皇族費の総額は100億円超え、莫大な額ですが、ブラックボックス化している部分は多く、詳細は判然としません。皇室経済の在り方について、元毎日新聞皇室担当記者で成城大学教授の森陽平氏は、かつては国会でも皇室費が議論の対象になっていましたが、近年は全くなくなっています。政治の世界から独立性、自立性を保ち皇室を守るという意図なのかもしれませんが、それが逆に宮内庁や皇室への不信を招いている。予算の使い道を適正に公表説明することが今後の皇室のために必要だと思いますと指摘しています。折しも政府では女性宮家創設をめぐる皇室制度改革の議論が進められています。皇室の財布の運用方法についても見直してみる必要があるのかもしれません。皇位継承順位1位の皇嗣になったことで増額となった秋篠宮家ですが、すでに家族内に亀裂が生じています。結婚して皇室を出る、そう決意していた佳子さまは、時には両家の男性に自らアプローチ、別の男性とデートをなさるなど、お相手探しに奔走されてきました。しかし今、秋篠宮家関係者は、佳子さまはもう焦ってはおられないと話しています。熱心に公務に取り組まれる佳子さまは、眞子さんが小室圭さんと結婚した時の年齢である30歳になられるまであと7ヶ月、かねてより結婚して皇室を出ることを心に決めておられたとされる佳子さまですが、今ご結婚の兆しは見えません。その背景には眞子さんの結婚を機に佳子さまに起こった大きなご心境の変化が、うちもいろいろと面倒だからちょうどいいと思うんだよね。佳子さまがグループ交際で知り合った男子学生に交際を持ちかけられたのは、学習院大に入学された13年頃のこと。運動部に所属し目がパッチリしたイケメンの A 君、そのお言葉の裏には佳子さまが抱える
特殊な事情がありました。 A 君は戦後に皇籍を離脱した旧皇族の家系です。しかも祖父は学習院中等科からの上皇の語学友だそうです。佳子さまは家柄って重要、あなたのところもそうでしょうとも声をかけておられた。うちもいろいろと面倒だから。そこには思春期の頃から痛感し続けてこられた皇族としての苦悩がありありと染みます。登下校や外出には必ず側衛官がついてきて一人にはなれない。学習院初等科2年生の頃に始め、毎日のようにリンクに通ったフィギュアスケートでは昇級試験で失敗してもなぜかいつも合格になる。代わりに熱中したのがダンスだったが、学習院女子高等科の文化祭で披露した途端、母の紀子さまから皇族にふさわしくないと反対される。進学した学習院大でダンスサークルに入会しようとしても警備の都合で断られる。女子高等科時代には皇室から出られないなら生きている意味がないとまで思い詰められたこともあった。しかしこの頃に結婚すれば皇室を出られるという事実を知り、結婚にあたっての一時金が1億円超とお聞きになって、そんなにもらえるんですかと驚かれた。こうして姉の眞子さんと共に結婚に伴う皇室離脱を将来の目標とされるようになったのです。秋篠宮家関係者、そんな佳子さまの大学時代を振り返ると、将来の結婚計画実現のためお相手を積極的に探されている様子が見て取れます。その一例が A 君なのです。さらに佳子さまは学習院大時代、 A 君とは別の男子学生と交際していたこともあったそうです。彼は国際キリスト教大学 ICU の付属校から学習院大に進み、1年時に同じ年の佳子さまと知り合った。一時期佳子さまと付き合っていると周囲に話し、 ICU の大学キャンパスまで2人でデートに出かけたこともあった。ただその交際も長くは続かなかったようです。学習院大を中退し ICU に入学されて以降も17年から約9ヶ月の英国留学で知り合われた男性との仲が取り沙汰された。だがこうした風文の中には全く根も葉もないものもあった。17年に週刊新潮が佳子さまと熱烈交際中として富士急行社長の堀内浩一郎氏の長男を名指ししたのです。ただ実際には長男と佳子さまは会ったこともなかった。この長男は今年7月老舗果物店の娘さんと結婚予定だそうです。そんな中一足先に結婚計画を実現させたのは眞子さんでした。けれどそこには大きな代償がありました。 K さんの母佳代さんの金銭トラブルに世論は反発し、眞子さんは一時金を受け取らず納采の儀も行わない、類例を見ない秋篠宮ご夫妻結婚に踏み切らざるを得なくなったのです。消失夫妻は NY に来てから日本人から心ない言葉を投げかけられることもあったそうです。最近では出かける際も日本人のいそうな場所は避け、買い物も極力ネットで済ませているとか。一時期は携わっていたメトロポリタン美術館の仕事も今は全くされていない。佳子さまは共に皇室離脱を願った姉の結婚を心から祝福されました。けれど NY での眞子さんの暮らしぶりは理想とはあまりにもかけ離れていました。結婚会見から2年7ヶ月が経った今、現地ライターが眞子さんの近況をこう語ります。21年の渡米直後は K さんと手をつないで NY の街を歩く眞子さんの姿がたびたび目撃されました。しかし最近はめっきりその姿を見かけなくなった。そして別の秋篠宮家関係者が変化を明かし、佳子さまはもう結婚を焦ってはおられません。必ずしも幸せそうに見えない眞子さんの姿をご覧になり、結婚して皇室を離れることが全ての解決策にはならないと悟られたようです。もちろん良いご縁があればという思いは終わりのようですが、今すぐにでも結婚して皇室を出たいというお気持ちでは決してない。佳子さまの結婚計画を大きく変えた姉の結婚、
そしてもう一つ、佳子さまのご心境に影響を与えた出来事があったといいます。秋篠宮邸の改修が終わり、昨年3月、ご一家は改修後の宮邸にお引越しされた。しかし佳子さまだけは仮住まい先だった旧御家宮所に泊まり、一人暮らしとなったのです。佳子さまは眞子さんの結婚騒動で、結婚に反対された秋篠宮ご夫妻への不信感を強め、一時は会話もメールのやり取りのみになるなど、溝を深められています。それがご両親と別居できたことで、適度な距離を保つことができ、お気持ちが楽になったようです。ようやく居心地の良い環境を手に入れることができたのでしょう。実際昨年3月の別居以降、佳子さまは一段と公務に打ち込まれています。皇位継承順位1位の皇嗣になったことで、より注目が集まっている秋篠宮家けれど、その内情は亀裂だらけでした。佳子さまは眞子さんの結婚時の秋篠宮さまと紀子さまの様子から違和感を感じ、距離を置いていることから、出回っている噂の通り、秋篠宮家にはまだ明かされていない闇が多く隠れていそうです。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。